私のことだけは忘れないでね。心のどこかにそっと刻んでおいて。明るい太陽と風に吹かれて、気ままに暮らしてみたいしばらくだけど。チュル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 、木の下を犬が走るの。遠い雲のその下を汽車が走るの。私の行く道は凸凹だけど、選んで決めたのだから素敵じゃないの。私2、3日中に帰ってきますから、ごめんなさい。あ、そうそう、それ草子の荷物、鍵開けてね、それだけ中入れといてちょうだい。何かあったら電話してね。どうせ帰ってくるわよ、あの子の靴だから。もしもし、下村さんのお宅でしょうか。つとむさんいらっしゃいますか。同じクラスの山中と言いますけれど。はいはい、そうですか。どうも失礼しました。来たの？うん、ちょっと用があってその辺まで来たもんだから、なんとなく帰り道だから。さっき帰ってきてからすぐ電話したんだけど。またか。うちの親たちは狂ってんの。息子にかかってくる電話みんな敵だと思って。旅行どうだった？ちょっとそのことで話があるの。僕に？草子が死んだの。死んだ？そう、死んだの。
佐子はこの部屋を愛してたわ。彼女の初めて作った8ミリの台は私の部屋。私が泣きそうになったくらいとっても素晴らしかったの。本当に素敵な彼女の全てが映ってたんだもん。かよいのあさのか二日酔いの朝の顔。でも左手でも割とうまく描けるもんだな。僕警察に言わなかったんだね。草子の水死体なんて見たくなかったから。吉田君はそこって計算し直しでしょ。とにかく困ったね。大変。よろしいでしょうか。ごめんなさい。じゃあすぐ行きますから。じゃあ。
とにかくこのことはあんまり人に言わない方がいいな。学校の名前なんかが新聞に出てもちょっとまずいし。先生どうもすいません。はい、ごめんなさいね、すぐ行きますから。夏の雲、猫も見ているダリの窓。ここで今木久子が見ようとしているのは、ダリの描いた窓の絵ではない。窓を通してダリの世界を覗き込もうとしているのではない。言うまでもなく、ダリの世界は日常の世界ではない。私はここに死の影を見る。17歳の少女が見た死の影だ。あんなにも傾聴不覚だった今木久子は、こんなにも優れた素質を密かに持っていた。核も激しく短く生きたこの我が教え子の死に、私は言い知れぬ衝撃を受けずにはいられない。まあこういう悲しい衝撃は教師をしていると幾度か味わわなければならないわけだが、これはいわば教育者の宿命的な悲しみと言えると思う。いずれにしても退出届が提出されていなかったことだけが今となっては非常に残念に思われる。この間も運動部の部室でタバコを吸った者がこのクラスから処分されたけれども、学校生活では最低の規則はこれやはり、通過しろ、やはり守らなければならない、はい、いずれにしても稲城久子の死はまだはっきりしていないので内緒にしとくように。どうお待たせしました。右。人間死んじゃったら顔なんてさ、花になっちゃうべんよね。おい、どうだ、今木久子に間違いないね、間違いないね。ここは僕の一番好きな場所です。僕はここで8ミリを取っています。野良犬の生活といった台です。残念にも今は中断しています。それは親の圧力に負けて入試準備に追われているというよりは、8ミリのカメラが壊れてしまったためです。玲子さんの親友の今木久子さんが死にました。カメラはその時壊れました。
礼します。僕は彼女を好きになりかかってるっていうのは事実です。彼女ってすごい素晴らしい人なんです。なんていうかな、僕の心をいつでもくすぐるっていうか、まあそんな感じなんです。彼女が僕のことをどう思ってるか知らないけど、8ミリに映った彼女は僕の恋人なんです。断っておきますが、今の彼女っていうのは玲子さんのことで、もちろん今井草子さんのことではありません。今すごい顔して出てきたのが草子です。彼女はいつも僕のことを悩まします。僕は死んだ人の悪口を言うつもりはないんですけど、彼女が出てくると僕はいつも混乱しちゃうんです。足を舐めてるのは猫になったつもりでいるんです。彼女は自分を猫だと思ってるんです。問題なのは玲子さんがいつも草子と一緒にいたことなんです。僕から見ると彼女たち二人は非常に性質が違うのに、なぜあんなにまで親しく付き合ってたか分かんないんです。せめて草子の10分の1でも玲子さんが僕のことを思っててくれたらいいな。このフィルムはすごい恥ずかしいフィルムです。僕は撮られるの嫌がってんのに、無理やり草子に8ミリのカメラを撮られて、もう男質として非常に恥ずかしいんだけど、なんか草子があまり引っかいたりするもんでカメラを撮られてしまったんです。僕も頭きたから草むらに逃げて隠れようなんてしたら、まだしつこく追ってきて僕のことを映そうとしてるんです。それで僕は草むらの中で蚊に食われちゃって、もう散々な目にあったんです。それなのに玲子さんたら全然僕を救おうとしてくれないんです。僕はふと変なことを考える時があるんです。玲子さんたち二人は非常に焼き餅を焼き合わせたんじゃないですか。だからこそますます友情を深めていったんじゃないかと思うんです。だから僕は玲子さんにあっと言わせるようなことをやらなくちゃダメだ、そうダメなんだと思っているんです。おい、その上のゴミ下へ下ろしてもらいたいんだよ。僕ですか。ええ、ちょっと頼みますよ。おありがとう。
100万円というのは大変な金額ですよ。それをあなたがお受け取りにならないというのは全く理解に苦しみます。私も長いこと保険をやっているが、あなたのようなケースは初めてですね。私失礼します。お待ちになってください。事故死だと思うから、私もここまで一生懸命やってきたんだ。それじゃあせっかくのお金が全く無駄になってしまいます。冷静になって早くご請求になってください。君は誰だ？君こそ誰だ？私は大日本生命の中尾だ。僕はそのどうしてもとおっしゃるんでしたら、代理人を立てて委任状を書いてください。私の行為が理解できなかったというのは大変残念です。大体18歳未満のあなたが保険に加入できたというのは一体誰のお金だったのか考えておきます。今の変なやつなんだ？玲子さんすごくいやらしい目つきで見せたよ。私たち旅行に出る前、お互いに受け取りになるように保険に入ってたの。もちろん思いつきだったんだけどね。もうすぐ旅の8ミリ上がってくるけど、どこで見ようか。そうね、僕んちもあの調子だしな。今木さんのところしかないかな。彼女が楽しみにしていた3人だけの夜食会が2人になっちゃったわね。
格好してんな。みんなも見てたわね。あんな格好しなきゃよかった。なんだけどね、もう一度言っちゃうもんね。
ダメ。そのぐらいでいいでしょう。どうか天国行きますよ。うわ、あの人は今頃どこに。すいません。ちょっとやめたけどさ、もうね、バカらしいじゃん、自殺なんて。本当バカがやること起こしたら本当怖いもん。いっそいっそドタなんて言ったりして、本当に。手が中筋になってね。落ちたからね。あいついつもあんなことやるのかな。本当にあの時は怒っちゃって死ぬかと思ったわよ。あいつ変わってるからな。私商人なのだ、見る女じゃないよ。苦しい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 。もうダメ。まあ、また。今日の話分かったかな。そう言われりゃそうだね。でかくうかい、だからさ、今現在の僕らがさ、何をやるかって、この時間的な空間的な現在においてさ、主体的に何をなすべきかってことはさ、今僕らに問われてるんじゃないかっていうのもわけ。こんばんは。お洗濯も持ってきたの。ここに置いとくわね。ところてん買ってきたんだけど、今晩食べてね。そんな消化の悪いもの食べられないよ。ごめんなさい。夜は来るなって言っといたろ。悪かったわ、この変なもの買ってきて。ちょっとトイレ。あら、もう終わったの？うん、うん、沼田さんが勉強見てくれるって言うから置いてあげたのよ。もっと頑張らなくちゃ。喉が渇いただけだよ。さっきジュースあげたじゃないの。水が飲みたかったんだ。いやよ、うん、thank you.
そばを食べます。私ビールの方が美味しいのであります。今から読む項目のうち自分に当てはまると思うものに丸をつける。当てはまらない、あるいはどちらでもない場合には何も印をつけなくてよろしい。1、人が見ていないと大抵の人は怠けると思う。思う人は頑張る。2、先生、基準がはっきりしないと丸バツの判断はできません。どのようにやったらいいんですか。3、言葉というのは本来極めて曖昧なもんだ。だから事物の認識や判断は言葉ではない、フィーリングでいいわ。君今笑ったけどね、禅では勘という言葉が、直感の勘、浮遊文字という言葉があって、これは高度の高い認識のありかを示す言葉です。フィーリングも実は、どうした、どうもしない。要するに自分が、あ、これだなと思ったものに丸をつければいい。4、時々自分をつまらぬ人間だと思うことがある。5、頭が良くなったり悪くなったり。6、劣等感に悩まされる。7、人から触れられたくない日。なんだよ、今俺気がついたのか。秘密がある。取れ。8、たびたび元気がなくなる。たびたび元気。お前のお父さんもお母さんもお前のことを心配してたぞ。9、人と違うことは恥ずかしくてできない。10、興奮するとじき涙が。よし、みんな後ろから集めてこい。みんなでここで持そう。ねえ先生、病気なんじゃない。君の一番上のお兄さんも僕は教えたね。お兄さんは僕を嫌ってた。だから僕もお兄さんが嫌いだった。君のお姉さんも僕は教えたよ。お姉さんは僕に反発を感じていた。だから僕もお姉さんが嫌いだった。そして今度は君だ。君は僕を憎んでる。だから僕も君を憎む。俺たちは自由だ。そうだ、君たちは自由だ。やっぱりおかしいぞ。あの先生とうとう行かれちゃったよ。ちょっとやりすぎちゃったかな。
ネズミだけではありません。私も登ります。でもネズミはたまにしか落ちません。でも私は落ちる可能性がたくさんあります。だから怖いのです。でも時計を外します。時計なんかいらないからです。時間なんかいらないからです。ヒロミの魚っていうのはお腹にいいんだもんね。でも食あたりで笑い病になった。水飲むかい？やい豚、白状しろ。組合の暗号を解読するんだ。死ねえ、お前はどこのスパイだ。死んじゃいけないんだ。いてえ。あら？あ、ごめんごめん。痛い。いや、ちょっとコードが外れただけだよ。これは誰の顔でしょうか？第一ヒント、目が出てます。第二ヒント、そばかすがあります。たくさんあります。
これは玲子の顔です。でも本当は嘘です。画用紙からはみ出ます。どっちが美人でせう。どうしたの？ごめんね、うろたえちゃって。あの、君の裸になってるあの画面、誰が映したのさ？なんでもないわよ。自動カメラよ。自動カメラ？僕はもう一人いるのかと思った。そんなことないわよ。とにかくショックだった。強烈すぎるよ。玲子さんかね。違いますか。いいえ。どうも失礼。人違い。山中さん探してるの。そうだ。彼女といつも一緒にいる子の。あそこにいるわ。あれがそうかね。所属を言いたまえ。所属を言いなさい。クラブの人か。ふざけんな。左はちゃんとついてるんだ。お前は起きたろ。そんな人知りませんよ。やめません。静かにせい。やめてください。静かにせい。静かにせい。静かにせい。ざけんなよ。やめてください。ざけんな。静かにしろ。ゆっくりだ。もっとあんなら本社に。やめてください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 。やるだけやったら肩叩き合い。やめてください。こんなに汚れちゃって大丈夫？それより一体起きて誰だよ。そんなこともういいじゃない。僕は起きて間違えたんだぜ。隠さないで言えよ。君らしくもない。旅から帰ってからの君って少し変だぜ。僕は嫌だな。刑事を追っ払ってくれたことは感謝するわ。でも起きのことは本当に何でもないのよ。コーヒーで汚れちゃったけど、ノート返してよ。まだなんでしょ。いいよ、返してよ。いいわよ。いいよ。持ってなさいよ。ここへ置いとくよ。持ってってよ。大丈夫？やっぱりノート借りるよ。あれ？どうしたの？いや、なんでもない。ひどいよ、下村。あいつ女がいたの。あいつって沼田のことかい？もうそうに決まってるだろ。捨てられたらどうしようもないの。ちょっと、玲子さん。
旅の何日目だったかしら、一日中雨が降ってて、私と草子は喧嘩した。顔も悪いし、いや、なんでもいいんだ、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 もう。さっきこれでいいって言ったじゃない。いろいろ変わんのよ。女心と秋の空って言うでしょ。分かったわよ。いや、独白美人は口が多いからね。そうですか。何も言わないわよ、うん、ちょっと枕どこ入れたの？ないじゃない。今度はあなたが片付けたんでしょ。私いつも片付けないの寝てたけど。私はないわよ。私だって勝手に怒んないでよ。いやね、あなたはね、ここにいるからいいかもしれないけどね。何もそんな無理することないわよ。あっさん、さあ、どうですか。何も枕投げることないでしょ。あ、ごめんなさい、当たった。当たったなんてことないわよ。いつも知らなかったわけ。そうそうそう。ねえ、レイコさん、乗り越しちゃうよ。私はいいのよ。どっか行くの？うん、ちょっとね。ほら、降りなくちゃ大変よ。どこ行くの？レイクさん。あいつが起きじゃないか。郵便番号は10番ください。はい、そちらさんなんでしょうか。何ですか、あなたは。はがきください。はがきですか。何枚。5枚。沖さん、やっぱりあなただったのね。あなたは嘘つきだった。でもそれはいいの。あなたはどうしてこんなに惨めなの。海で会ったあなたはもっと違ったはずよ。あれは草子と私が山から海に戻ってきた時だったの。初めは変なものがあるなぁなんて
思ってたんだけど、それがあなたの風船だったの。あなたは初め移されることをとっても嫌がったわね。これ風船をあげるんだ、今からあげるんだ。みんな向こう行ってくれよ、恥ずかしいから。君ね、はい、これは6か8か分からないのよ。すいません、はっきり書いてもらわないと間違いのもとだからね。はい、気をつけます。困るんだな、こういうこと。気をつけます。
彼は海岸にある船の残骸の中に住んでた。風船を上げるまでここにいるんだって彼は言ってたわ。レイコさん、なぜ君は僕に嘘をつくんだ。僕は郵便局にいたあの男を知ってるんだ。だって八海に出てきたじゃないか。あの男が君を裸にして写したんだろう。なぜ僕に正直に言ってくれないんだ。夜の浜辺で草子とレイコがたわ。サツがあんた追ってるよ。なかなかいいじゃないか。これでお前何番？2番だと思います。だけど私はお前を大学にやるわけにはいかないよ。私は清廉潔白で一生を過ごしてきた人間だ。少しでも不浄の匂いのある金には近づかないようにしてきた。それが私の誇りでもある。私は金がないから言うわけじゃないけれども、女が学問してもろくなことはない。お願いがあります。いやもう大学の話はいくら聞いてもダメだ。いいえ、大学へ行きありません。ほう。今度の旅行で考えが変わりました。でも高校を出たら家を出ることを許してください。家を出る？何を言うんだお前は。自衛隊を脱走した。だってつまんないんだもん。でも脳みそは詰まってるんだろう。そう、俺は自衛隊のラッパ吹きだったんだ。ゆずさん、ホラー吹きでしょ。少しはいいことがあるかと思ってね。ところがどうだ、朝はみんなより一番早く起こされ、昼は特訓を受けて、夜になれば消灯ラッパを吹く。やだ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 。小さい頃から兵士が好きだったのに、だからやめたんだ。
だってサラリーマンと全く同じじゃねえか。そうなんだ。俺は貧しい農家で育ったんだ。おふくろのことを思い出すな。でも親父が頑固者だったんで。でも俺も一度手伝いも勉強も何もしなかった。だからよくカラスのいっぱい集まるハゲ山の一本松に朝まで縛られたっけ。まんまるいお月さん、まんまるいお月さん。俺ってどうして丸いものが好きなのかな。多分その時のお月様のせいだよ。きっとそうなんだ。俺は空に飛んでいくんだ、ずっと遠くに飛んでいくんだ、そしていつまでも空の上にいたいんだ。俺たち若い者がやらなきゃダメだ。大日本帝国は滅びちゃうのだ。きっとやってみせるぜ。もうお腹むつまじく。だって暑いだろ。だから帽子でかぶせてんだ。サザエも焼けちゃう。沖に会ってからの彼女はとってもおかしかった。私のことを変な目で見るし、とってもイライラしてた。疲れてるみたいだね。うん。あの男のことでかい？今夜会える？え？話したいことがあるの、下村君と。そうかい。お家大丈夫？大丈夫さ、抜け出すと思う。私変な顔してるでしょ。ううん、すごく綺麗だよ。眠ってないのずっと。チキシオ、沖のやつも。ううん、あの人のことはもう大体分かったわ。私たちと同じ弱い人間なのよ。強くなろうと頑張ってるけど、もちろんダメ。刑事に追われてんのはなぜだよ。自衛隊から機材を持ち出してそのまま逃げてるなんて言ってたけど、もちろん嘘よ。警察って言った時のあいつの顔見せたかったよ。震えてたぜ、臆病なやつだよ。誰でも震えることはあるわ。
やっぱりあいつが好きなんだね。でもおかしいわね、人間の心って。全部わかってるはずなのにまだ何かありそうな気がして最後まで知りたいの。これは草子への嫉妬心とは別なもののような気がするの。君が大好き。ねえ、沖さんの初恋っていつだったの？恋ってしたことないんだよ。嘘でしょ？いや、本当なの。今回が初めてみたい。本気にしていいの？ねえ、レイコってお酒飲むんだっけ？だけで何も言ってくれない。君が一言好きだと言ってくれれば、誰よりも誰よりも帰る。もう？ちょっとまずいんだ。そう。おいさい、そんなへっぴり虫は土すくえねえぞ。すみません。来てた？いや、大丈夫です。高校生か？ええ。アルバイトにしちゃきつい仕事なんだな。いや、金が欲しいもんで。どうすんだよ、その金。いや、8ミリ買いたいんです。あんなのが面白いんかね。いや、前持ってたやつ壊れちゃったんです。僕には他に楽しみがないもんで。いやー、しばらくだよね。こんにちは。池の方でも行かない？海岸の生活楽しかったね。ええ、魚もたくさん取ったしサザエも取ったね。そうですね。なんか随分痩せて綺麗になったみたいだけど。そんなことないわ。うん、綺麗になった。沖さんはお元気でしたか？僕元気。池が綺麗だね。小鳥がたくさん飛んでるよ。あ、トンボも飛んでる。トンボ好き？え、好きですけど。ドブステ好き？え、嫌いじゃいませんけど。今日はどうして私を呼んだんですか？実はこれ預かってほしいんだ。俺の大事なものなんだ。何でしょうか？うん、中身は後で話すから、とにかく預かってよ。頼む。警察はまだ俺のことを自衛隊から逃げてきたと思ってんだ。じゃあ頼むね。頼むよ。頼んだ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 よ。ちょっと待って。
したんですか？いや、大したことないんだ。たださっきの中身のことを言っておいた方がいいだろうと思って。実はあの中、草子からもらったブローチと俺の大事なものが入ってたんだ。草子って変な子だったよな。泣き笑い自由自在の精巧なおもちゃみたいだったよ。俺草子のこと一生忘れないだろうな。君のこともな、大好きだったんだ。打ち狂わせやって、まともに勝負すりゃ絶対負けないんだけど。ごめんね、下村君。僕も昨日のことを謝ろうと思って来たんだ。もう全部話すわ。玲子の話したいことだけ話してくれ。草子と沖、あの男が一日一緒にいたの。それで私は民宿に一人でポケーっとしてたの。草子とあの人は気があったのね。食事の支度があるんだね。そうなの。ねえ、今度の日曜日一緒に野良に取りに行かないか？8ミリは？もうあと2度ほどやればなんとか帰るんだ。ぜひ連れてってね。じゃあね。ねえ、あの保険金受け取ったらどうかと思って。それが死んだ草子、いや今岸さんにとって一番いいんじゃないか。あの野郎の
現金抜き取りの後始末。あいつが捕まったんじゃやっぱり良くないよ。君の金じゃないか。僕たち力を合わせて草子のフィルムを完成させよう。音もみんな入れるんだ。それで立派な、すごく立派なやつを作ろう。ありがとう、木村君。先生、あの問題集のお金持ってきました。うん、浜口先生だよ。退院されてね、また勤めるのさ。ご苦労。失礼します。倉庫場が燃えていた。焼夷弾は屋根からも見えた。お前はその炎の中に青い馬を見た。火場が高すぎて風光景が見えないことがあった。少女はビートルを盗んだ。杭を打ち込む音が遠くで止んだ。真昼のテニスコートに恥じらいを感じた。少女は青い馬を見た。遅かった。今朝捕まったんだ、あいつ。刑事もいたんだ。追っかけられて君がうるさく聞かれちゃ困ると思って逃げてきたんだ。沖と草子が一日一緒に過ごした翌朝、私行くのは悔しかったけど、でもずっと民宿にいるのも馬鹿らしいし、やっぱり彼女たちのところに出かけちゃったの。おはよう。ねえ、返事してくんないの？おい。おきさん、ドキドキしちゃうのよ。行かなくたっていいでしょ。
金の日、次の日の朝、彼女を私にすごく当たり散らしたんだけど、私も沖に憧れて一日一緒に過ごしたら、きっと沖っていう人に絶望っていうか失望してたと思うの。私と草子と喧嘩しちゃったでしょ。だから彼女 すごく私に悪いと思ってたのね。私もすごくその時怒ってたじゃない。だけど二人で食事してた時なんかやっと仲直りして、とにかく彼女はその後元気になったんだけど、こんなものあげないから。バスケットじゃないんだよ。キンゴロウさん。もっとキンゴロウさん。きっと現れると思うの。でも本当に失礼したらどうしようかしら。私困っちゃうんだ。そうなったら、あ、カバはどんりる、はあ、金魚もどんりるな。え、どうしたの。
ポリン。入ってるベルヒラッキュットヒムラーやっ、入るヒットラキラバッテラ、入ってるハッタードエーツマンネン。チャプリンチャプリンチャプリン。ハハハハ、入るベルヒラッキュットヒムラ、苦しい。ではおどけたチャップリンに変身してます。だから私はチャップリンの素顔なんてのは見たくありません。でも映画の中のチャップリンってなんかすごく悲しそう。気がついたらもう彼女はいなかったの。犬はどっち？逃げちゃった。
キスしていい？ボタンが痛いわ。